皆様に謝罪しなければいけないことがございます。私マーシーはね、ここ最近自分自身の転職回数につきましては80回以上ということを言っていましたが、本当は違いました。本当にそのことにつきましては申し訳なく思っております。本当に申し訳ございませんでした。それにつきましては、この後の VTR で詳しく解説しておりますので、ご覧ください。皆さん、こんにちは。マーシーです。本日は2021年3月27日土曜日午後12時4分に撮影しております。私マーシーは当然ね、自分自身の中でも転職回数が多い、忍耐力のない人間だということにつきましては、すごい強く自覚しております。YouTube のチャンネル名、100回転職した男マーシー。これにつきましては、おそらく多分100回は、どんなに低く見積もっても転職しているだろうという算段から、私マーシーは、このようなチャンネル名にすることにいたしました。ただ、自分の中で疑問がありまして、ざっくりと100回転職したことにつきましては間違いないんですけども、本当は何回転職しているのかということが、特に深い理由もなく意味もなく無性に知りたくなりましたので、今後のね、特に今年なんかもリベンジの一年、そしてね、不退転の決意覚悟で今後のお仕事望む覚悟ではありますので、自分自身への教訓、反面教師にするためもそうですし、私マーシーの転職回数を自分自身の中で知る必要があるなということで、今回私マーシーは自分自身の転職回数を調査いたしました。そして転職回数が判明いたしましたので発表いたします。私マーシーは専門学校を2003年の3月に卒業いたしまして、2003年の4月から社会人として歩みを始めます。そして2021年の2月の末まで一体何回転職したのかを発表いたします。私マーシーは転職回数は107回です。ちょっとね、本当にね、まさかこんなに転職しているとは。ただ私マーシーは最近自分自身の転職回数はもう訳は分からなくなってきたということもありまして、100回は転職しているだろうなという予想はしてたんですけども、その100回のうち20回近くは内定辞退をしております。なので世間一般的には内定辞退は転職には入りませんので、内定辞退の20社を除くと80回はどんなに低く見積もりましても転職しているなという予想はしてたので、80回以上は転職してますということをブログや YouTube などで言っていましたが、この動画を撮影する前に調査した結果は、内定自体を抜かしても2021年2月末まで107回転職しております。これは正社員、契約社員、アルバイト、派遣を含めた転職回数になります。その他にも内定自体があるんですよ。内定自体が2003年から2021年の2月末まで合計23社あります。それを含めると107回プラス23なので130になります。当然ね、内定自体含めませんけども、便宜上ね、カウントしてしまっているんですけども、それはご了承ください。内定自体の23を抜かしても107回の転職回数です。ただね、私マーシーはパート、アルバイト、派遣、契約社員、正社員を含めての転職回数です。それが107回なんですけども、世間一般的にはいわゆる非正規、パート、アルバイト、派遣、契約社員は非正規になりますので、非正規は
非正規雇用でのお仕事は転職回数に入らないんですよ。ということは私マーシーは別の見方を角度を変えまして考えますと、私マーシーの転職回数正社員だけで考えますと3回だけになります。これは2003年に専門学校を卒業して新卒で入社した印刷会社、これは3ヶ月と2週間続きまして、その他に2008年の確か6月だったと思うんですけども、養豚の会社、養豚場で働いてまして、これが正社員で約3ヶ月、また出戻りしたのでそれを含めたら5ヶ月近く働いたんですけども、これが2社目、2回目の転職、正社員の転職です。そして3回目が2012年の12月に地元の自動車部品を製造する会社、これは正社員での雇用で1日です。正社員のみの転職回数だと私マーシーは3回だけになります。話をまとめますと、転職回数は107回、そして内定自体は23回になります。合計合わせますと130回になります。ただね、内定自体抜かして内定自体は転職回数に入りません。とりあえずね、便宜上そう言っているだけなので正式には107回になります。あ、それで思い出したんですけども、転職回数107回、内定自体23回、それ以外にも内定をいただいて勤務初日当日に会社に向かったんですけども、会社には出勤せずに、いわゆる当日バックレというやつですね、当日に飛んでしまったという会社も多分おそらくなんですけども、少なく見積もりましても多分当日バックレはそんなにはないんですよ。多分5社あるかないかぐらいなので、それを含めると135で、それ以外にも今年ね1回だけあったのは、派遣会社を通して派遣先企業に出勤したんですけども、15分で逃げてきたというね、そういったケースも、稀なケースもあります。ただね、本当にいろいろね、いろんな会社にお世話になってきたなという、こうやってねメモ帳にね書かれている会社を思い出して頭の中で想像しますと、中にはねお祭りの屋台の仕事とか、これね働こうと短期間のアルバイト、短期バイトで働こうとしたんですけども、お祭りの屋台のバイトは当日バックレしてしまいました。まあね、本当にね4時間でねバックレたりとか、こちらのね4時間でバックレた会社は休憩室が喫煙室でタバコの匂いがきつかったっていう部分もあってバックレたんですけども、まあ、こうして考えてみますとね、本当に今までね内定をいただいた、雇っていただいた会社の方の姿が本当に思い浮かんでくるんですよ。一応ねうっすらとですが、全て働いた会社の方のお世話になった方はなんとなく覚えているので、今後のためにもね、今年本当にリベンジするためにも、今までの経験を無駄にしないためにも、今回このような企画をさせていただきました。今までお世話になった会社の皆様、どうもすいませんでした。